明日食べに行きたいのはどっち？尾張三河のごちそう自慢バトル、今宵は大久保さんリクエストスペシャルだ。先手、尾張からは言わずと知れた名古屋を代表する洋食店マ・メゾン。すいません、こんにちは。あ、こんにちは、すいません。マ・メゾンといえばフランス語で私の家、オーナーの自宅を改装して作ったというこのお店、尾張の民にとっても特別な空間なんだとか。マ・メゾンに通われて結構長いんですか？僕は35年ですね。35年僕は大学生の時も大学から。なんかここで慣れてるとやっぱり他が行きづらいですかね。僕らは結婚して20年以上経つんですけど、この系列の店でプロポーズもしてるし、はい、なのでここはこう思い出のというか、思い出の、はい、お店。今年3月に放送した肉グルメスペシャルでもこだわりのハンバーグが見事トップ10入り、うん、そんなハンバーグと並んで創業以来愛され続けているのが、特別な日にはマ・メゾンでエビグラタン、これが終わりのあたり前。そう、マカロニたくさん入ってますね。なんかこれグラタンの層が分厚いですね。へー、すごいボリュームですね。お腹いっぱいになりそうです。どうですか、完食できそうですか？はい、大丈夫そうです。美味しいから。夏場でもグラタンって出ます？それ目当てに来るあの常連様は結構いらっしゃいますんで。でも根強い不安がいるんですね。そうなんです。実は夏でも食べたくなる、その秘密を探ると。特色ですか？はっきり言いますと正直そこまでですね。正直不安かなっていうのがあるので。そうですか。はい、大丈夫かなっていうのがありますけど。これといってこだわりも何もないので。こだわりもないとか言わないでくださいよ。本当にこれは絶対何かある。尾張の民出来合いの夏でも食べたいエビグラタンで勝負。対するは安城市の駅前に店を構えるカバーニクインター。当店の方は、南イタリア料理の、ナポリ料理ですねを中心としたイタリア料理店になります。はい、ナポリの味に魅了されたオーナーシェフ河合さんが何度も現地に足を運んで腕を磨いたという自慢の料理の数々。三河の民にとってこのお店は前菜のお魚系であったりパスタもピザも何を食べても美味しいんですよ。イタリアの風を感じちゃうんですね。そう、イタリアの風が吹いてますよ。絶対来た方がいいです。え、三河なんですよね、ここ。三河なんですけど、もう三河のイタリアンって言ったらここでしょう。なんとこのお店今回テレビ初取材、人気ナンバーワン料理こそが。お待たせしました、ペペロンチーノになります。いただきます。うん、うまっ、うまっ。めっちゃボーノ。モルトボーノ、うん、めちゃくちゃうまい。モルトボーノ、モルト食べればナポリの風を感じる。カバーニクインタが誇る本場のペペロンチーノ。最大の特徴は
パスタの食感がすごくいい、太くてもちもちしてて食感があって、ペペロンチーノってこんなだっけみたいな。確かに麺が太い、よくあるペペロンチーノと比べるとその違いは歴然。一体なぜ？ナポリスタイルのちょっとまあ変わったうちらしいペペロンチーノ。しかし全然映えませんよ。もう全然すごいシンプル。まあまあ確かにペペロンチーノ自体がかなりシンプルな料理でやることがないんですよね。やることがない。尺足りますか？まあなんとかなるんじゃないかなって。大有三河の奥が深い洋食対決。先手大有のエビグラタン。今宵の当たり前応援隊はこの方。はいはいはい。緊張します。しますね。よくわからんけど。マメゾン応援歴40年トドロキさんがリポート。わ、来ました。美味しそうですね。いいですね。すごい美味しそう。よ、これでどうですか。いいですね。エビの大きなのが4匹入ってます。またこれがいいです。とても美味しそうです。このホワイトソースがいいです。中のマカロニ、この量がまたすごいです。すごい量です。最高です。いただきます。あっという間です。熱々で美味しいです。昔と変わってないです。変わってないいい味です。シンプルなんですよね。ホワイトソースとマカロニとこのエビ、その3種類だけでこの味を出そうとするのは難しいんじゃないかなと。ここのだけでこの味を出せるっていうのはまあ最高ですよね。ファンの胃袋は静かみ。ホワイトソースがとにかくすごい。昔からのグラタンですよね。昔からのグラタン、変わってないですね。まあ、変えてないって言いますよね。昔ながらのグラタン。これといってこだわりも何もないので。こだわりもないとか言わないでくださいよ。本当に謙遜してますが、創業から変わらない昔ながらの味こそが人気の秘密。これに色がついちゃうと結局ホワイトソースのほうがちょっと茶色っぽくなっちゃう。これは絶対焦がしてない。常につきっきりで。注文が入るたび一から一つずつ作るこだわりっぷり。このスタイルも創業当時から守り抜いているそう。これが完成ぐらいですね。そこに茹でたマカロニと鶏肉、玉ねぎを加え、プリップリのエビをトッピング。グラタンとは焦げ目を意味するそうで、美しい焦げ目にはこのフレッシュが欠かせないんだとか。オーブンでじっくり焼き上げれば完成。ここのグラタンが大好きなんです。ここマメゾンのグラタン大好き。はい、すごく満足感がありますね。満足感、はい、ドロッとしてるからお腹にたまりやすくて、うん、味が濃くてすごく大好きです僕は。熱いんですけど、このホワイトソースって絶妙なんですよ。でこれは絶対やめられないですね。
味しい。美味しい。続いては三河が誇る本場ナポリのペペロンチーノ。こちらも当たり前応援隊を緊急招集。カバーニクインタのオーナーシェフでございます。何作ってるんでしょうね。自家製のローストポークです。食べてみたいな。いやいや、今日ペロンチーノですか。応援歴10年、うまいもの巡りが趣味の村山さん。お待たせしました。ナポリスタイルのペペロンチーノになります。いきます、どうぞ。どうすかこれ。うまそう。美味しいですか。うまい。ここがすごい。パスタのこの太さがいいですね。もっちりしてます。河合さん、このパスタの太さどれぐらいあるのこれ。 2.3mm。 だいぶ太いと思います。かなり太いと思います。この太いパスタっていうのはもう南イタリア特有なんですか。そうですね、ガシガシ食べるような感じで。これぞ本場のナポリスタイル。太めのパスタがとにかくすごい。ペペロンチーノといえば日本では細麺が主流ですが、南イタリアでは極太パスタが当たり前。あくまで本物にこだわる河合さん、この太いペペロンチーノに三河の民たちは。弾力もあってちょっと太めで、でもしっかりこう絡まってる感じで、家では絶対真似できない。パスタ太いのでしっかりしてるんですけど、食べてる時の食べ応えは全然、うん、あの喉越しがいいので太さを感じないっていう、結構太いんですよこの麺が。じゃあいきますよ。ねね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 、私の口に入ります。あなたにも食べさせてあげたい。おいしい。懐かしい。極太なのに喉越しがいいこのパスタ。よく見ると表面がザラザラ。このザラつきでソースがよく絡み、ペペロンチーノとは相性抜群なのだとか。ちなみに、こっちのツルツルしてる方とこっちのザラザラしてる方、お値段は違いがあるんですか。お値段はだいぶ違いがあります。どっちがどう高いですか。こちらの方が倍ぐらい高いです。さらに茹で時間は倍どころか、だいたい12分ぐらいですかね。とりあえずは12分で。今あのパスタの茹で時間がかなり長いんですけど、ペペロンチーノ自体がかなりシンプルな料理でやることがないんですよね。やることがない。この状態を見守るだけです。はい、はい、VTR 尺いけますかね。尺持たないと思いますけど大丈夫ですか。茹でてる間に尾張さん先どうぞ。これを見よ。もう一つ見てほしいものがあるんですよ。もう一つ。はい、はいはい、来ました。グラタンのように見えてまた違うんです。いや、グラタンじゃないですか。中身が違うんです。中が違う。中身が違います。ホワイトソースは変わってないですよね。ホワイトソースは変わってないですけど、中身が何？ほら、スパゲッティ。スパゲッティが入ってるんですよ。おいしいです。眼鏡が曇るほど美味しいです。名前がね、
メンドリア。メンドリア。メンドリア。メンのドリア。でまた美味しいんです。こちらが轟さん一押しのメンドリア。中に入っているスパゲティはシンプルにケチャップのみで味付け。上からホワイトソースにマカロニと炭水化物マシマシ。ホワイトソースの味と中のそのパスタのトマトソースの味がケチャップ味とかすごい合ってますよね。マカロニとスパゲティの背徳感がちょっと やばい多分。さらに背徳感を感じるメニューがこのオンドリア。グラタンの下からはチキンライスが。大人気のトリプルグラタンメニューで轟さんも勝利を確信こ。ペペロンチーノに勝てそうですかね。ペペロンチーノも好きなんですよね。好きなんですね。好きなんですけどね。やっぱりこちらの方が美味しいです。マメゾンのグラタン3兄弟最強です。ぜひ食べてみてください。入ってるんですけど、女性が食べてもなんか気にならない。臭みではなくて全部旨味になってる感じ。ホクホクしててじゃがいものような感じでペロッと食べちゃいそうですね。これも全部柔らかいでしょ。柔らかい。お芋みたい。ニンニクじゃないみたいです。そう、日本のものだと、刻んだニンニクを入れたりするんですけど、こちら見てと通り大きいですよね。ゴロゴロホクホクのニンニクを見よ。日本風のペペロンチーノではニンニクは薄切りや刻んだものを使うのが一般的だが、河合さんは刻んでしまったりスライスをしてしまうとやはりその匂いがどうしても出過ぎてしまうので、あくまでうちはナポリのスタイルとして個体を大きくした状態でニンニクの香りを上質のオリーブオイルにゆっくりと移す。まあ、今回は国産の、美味しいニンニクを使っているので、これもホクホクの状態でお召し上がりいただく感じで。そして唐辛子は本場南イタリア産。通常よりも小ぶりですが香りが豊かで辛みが強いのが特徴だという。個性の強いニンニクと唐辛子をまとめるのがこの上質なオリーブオイル。これがアリオオリオエペペロンチーノですね。ソースが出来上がった、はい、であとはパスタを茹で上がるのを待つだけです、はい、尺足りますか。尺足りますか。まあ、何とかなるんじゃないかな。ですか、はい、間違いなく美味しいパスタはできるんですけど、はい、河合さんのこだわりで取れ高もバッチリ。見よ、これが三河の誇る半物のアリオオリオエペペロンチーノだ。ペペロンチーノって、あ、こうなんだ。これ、日本で食べるとこは、ここ、ここ。美味しくいただきました。ありがとうございます。元気が出ましたよ。ありがとうございます。三河安城は、たまにクインタで持ってるね。ありがとうございます。ありがとうございます。おいしかった。ごちそうさま。ファイナルジャッジ。大有代表エビグラタンか、三河代表ペペロンチーノか。明日食べに行きたいのはどっち。